2021年にジャニーズ事務所を退所した近藤雅彦さん性加害問題について問われた近藤雅彦さんはいつかは話す時期が来ると思うと語りましたどうだ本気かなどうかなっていうとこかなあのー、ー東に対する複雑な感情は間違いなくあるじゃないですかジャニーズのトップとして安泰の位置にいたのがそう 自分の不倫で事務所を追われた結果東がひどいこと言ったんですよね確かにねあの言葉が軽いとかそうそうお湯中をかけるようですかけたんですよねあのカバーなかったねあれは憎しみありますよねあるよね完全に自分の席を奪った上にあれ言われたぞあのまあ戻ってくんなって言ってるもんだからね東はねあんたもジャニーズじゃないよみたいなあん先輩じゃないよぐらいな意味でしょっていうふうに取るよマッチの方はね だってメリーさんはマッチが一番だって言ってたのに事務所のトップ行ってみなさい今藤雅彦さんですというそう飯島さんの飯島さんね名言さなのにまあそのマッチだったはずなのにまあね逆転したからね っていう人は本当にあのジャニー喜多川出雲多分どっぷりな人なんだと思うんだよね。悪い意味での出雲、ね、意味でのま <laughs> じゃあもうどっぷりともあの頃から社長のような振る舞いをしていただけだけど。でかわがられてて。 明日発売のの文春の記事でで爆笑しちゃったんですよ『うん、あの週刊文春』の電子版で読んで東と森光子の関係の記事が出ててあ,、はい、あの森光子とあのメリーと3人でハワイに行ったりとかしたら<ー>だから三人で旅行して、うん、メリーは一つのベッドで、うん、森光子と一つのベッドで寝て <laughs> で裏では森光子のことを「ババアって呼んでたっていうので、うん、<laughs> あれで爆笑しちゃって「<laughs> ババアのプレゼント買わなきゃいけないんだよババアの」みたいな。<laughs> やんちゃちなやんちゃなみしさんだ三代かよと思ってまあ森光子さんのまあご遺族はあの怒ったら名誉損だよねうんやってもいいぐらいだよねまあ愛あるババアですからねきっとねみしさんシ三代的なババア長生きしらぬ的なババアですよねあそういうババア。 た,ただ東は本当自分の本でも自分は社長とかには向いてないとか会社とかには向いてないみたいな話はしてんですよねだから本当に東も巻き込まれた感じはあるんだろうけどうああ確かに確かにねえマッチなきあとでもいないもんね、うんうん、あの一番年上は東だもんね、うん、んだからね、うん、一番上だからで選んだのが全てのミスというねミスだね,ね叩けば誇りも出るタイプだし下からの信頼もないし,、うん、ないしただ上 そしてパフォーマンス能力は高い、うん、高いですね。以上っていう、そう高いですよね。ね、もっともっと被害者の会の人たちが、ジャニーズの先輩たちのいい話とかいろいろする中で、東の話題を落とし上げた時のあのあの信頼のなさ、なんかうんうんみたいな感じで、社長と発表される前から、前から、本当にこうなんだ、前からですね。うんうん。ただもう本当このマッチョの発言もそうですけど、いつそのジャニーズ辞めた。 ちゃんと名前なる人たちが。何かを言うのか。今本当その段階ですよね。誰か言ったらもう。いつどうなってもおかしくないというか。トシちゃんは言わなさそう。としちゃんは言わない。としちゃんは愛がある。愛かだよね。としちゃん相当ひどい目にあったはずなのに、愛がある。ね。まあ、そうだよね。あさん、いい人だよみたいな。としちゃん、なんか何も考えてないから。天才的に何も考えてないね。 あんまり考えてないよねそうだからマッチがね流れ読んでると思いますよそう流れ読みながらちょっと東にチクチクは言いたいっていう時に言いたいからこれでちょっと牽制してみてでまあマッチの周りにもブレインいるでしょうからこれどうなのかってでそしたら結構ニュースになったじゃないですかだからいやマッチさん結構あのニュースなってますよって言ったらマジかってなるかもしれないですよね また吉田君が言ったとおり、本当にメジャーの誰もが知ってるような元ジャニーズで、で、ジャニーズ離れた人、まあ新しい地図もそうですけど、とか含めた、あの人たち、あと TOB かなの人たちが、しゃべるかしゃべないかってとこですよね。マッチが喋ったら、でかいよ。でかいですでかいっす。もう、たのきん、もう、ジャニーズを支えてきた人だから、どこじゃないかナンバーワンの人だからね。 リにトシちゃんが社長になったらはちゃめちゃになるんだそうなんですよ僕 <laughs> もしだからマッチが辞めてなくてマッチが会見出てたらって一瞬考えた想像したんですけどああなるほど、ね、マッチよりもトシちゃんが会見出てたら最高だったなぁと思ったんです <laughs> あっ <laughs> すごいことになりそうだけどね本当に余計なことしか言わない会見をあの <laughs> あの場でやってたら <laughs> <laughs> 本当だよね本当だよね 俺すべて,てが台無しになってたよ俺ってビッグの人だもんねだから基本デビュー組は喋らないに決まってるのが本当にジャニーズがあそこまで認めちゃってこれぐらい流れが変わるといつどうなるかもわからないという状態っていうことですよねバンジとか山本二ュニさんとかいろいろあってデビュー組でそこそこ知名度もあるけど何らかの騒動とか起こしてちょっとね一斉にいないような人たち とかだったら、マスコミは何かね、その人とかに動いてる可能性ありますよね。そうですねそうなんですやっぱりネックはアウティングになっちゃうこと、そうなんですよ。あの、それこそ望月さんがさね、あなたたちは、ね。被害を受けたんですかみたいに聞いちゃうよみたいな、そういう問題ですよね。その中で、こっちから仕入るべきじゃないんですよ。あの。そうね。そう。 かはほんと皆さんブログ見ればわかると思うんですけど、うん、本当にもう大変な状態なのでそれ城さん僕一回取材しましたけど、うん、もうすごいですよ、うん、石原真理子さんのブログに通じるぐらいの感じになのでこんな感じだったよなそういうことですかう、うんえー、あら、まあ、<laughs> あ、一番言いそうなのは手越しだと思うなるほどね<ー>でだからそれほんとにあ,ある程度のやらかしを経た大物 <laughs> ぐらいでしょうね田中とかね田中幸喜はねちょっとねなすかされちゃうと思うんですよ残念ながら残念ながらねちょっとちょっとなっていうねもうちょっとクリーンな本当だからマッチクラスの人ぐらいじゃないと幼児虐待に当たるからもっと闇深いと聞いたそうなんですよ本当にジャニー喜多川という人のターゲットが子供っていうのが一番のものなんでそう うん、そう。これも僕もよく言ってるんですが薬に走るのも根っこに成果がありそうそうなんですよあのジャニーズのやらかし率の高さみたいので絶対そのトラウマとかは関係してくるはずなんですよなるほどね<う>この放送はご覧のユーザーの皆様が支援しています